エンディングノートとは、文字通り自分の人生の終末について記したノートです。穏やかな環境で安心して生活をして、笑顔で過ごすことができる、これが私の一番の願いです。岐阜市に住む大野秀子さん71歳。エンディングノートに記したのは自分のことではなく息子に託した思いでした。大野裕樹さん40歳。重い知的障害と身体障害があります。言葉が話せないため自分の思いを伝えることが苦手、じっと我慢をしてしまいます。言葉が話せない分、やっぱりこちらからお知らせしとかなきゃいけないで、読む方に分かりやすく、誰が読んでも分かるようにという、それに気をつけて書きました。はい。障害のある息子が自分の死後も環境を大きく変えずに過ごせるよう準備しておくためのエンディングノートなのです。岐阜市にある福祉事業所、ここで今年の10月から取り組み始めたのがエンディングノートプロジェクト。年老いた親が本当は心配される側なはずなのに、入院するときにお子さんなんとかならないかなっていう、やっぱりほぼ悲痛なこう叫びを何度も聞いて、これは本当になんとかしたいなっていうふうに思って活動を、始めています。ノートを記入する場を設け、それぞれが何を書き残すべきかなどを一緒に考えるのがこのエンディングノートプロジェクトの狙いです。ノートには普段の生活スタイルや通っている病院や施設、配慮が必要なこと、支援者に伝えたいことなど一つずつ整理して書けるようになっています。保護者の間でよく話題になるのが親泣き跡問題。親が年を取り将来我が子を支えられなくなったら、誰がどのように子どもの生活を支えてくれるのか、障害のある子の親が不安を抱える、それが親泣き跡問題なのです。いぶきの親さんでもこの 2,3 年立て続けに亡くなられる方がいまして、本当に現実的で、どうか遠くへ行っちゃうっていうのもその子にとって悲しいことですので、こういうのを残しておいた方がいいなと思って。10年前からグループホームで生活を始めた裕樹さん。母の秀子さんは裕樹さんが穏やかな環境で安心して笑顔でいられること、いつもと変わらない生活を送っていけることを願っています。まだこれから勇気自身も成長がありますし、私の気持ちも変わってくることがあるかもしれないので、またそれは書き足したり書き直したりしたいと思っていますので。親元から離れ自分らしい生活を送ることができるグループホーム。しかし裕樹さんが暮らすグループホームは岐阜市内から車で30分ほどの人里離れた場所にあります。そこには深い訳がありました。その公民館で地域説明会の時にめちゃくちゃなことを言われた。だって近所の土地が安くなるからって言われたよね。説明会を開いても大声を出されては困る、いきなり襲われたら怖いなどの理由で住民が上りを立て運営反対をする事例も全国的に起きているのが現実です。私たちの子どもがまた入れるようにじゃあ頑張ろうって言っても現実は厳しいと思うんですね。でそう思った時にやっぱりどんな場所に行ってもどんな方に見てもらうことになっても、やっぱりそのエンディングノートがあるとなんとか親は安心して。中村幸代さん57歳。親亡き後の息子が
グループホームで暮らしてほしいと願っています。自宅から福祉事業所へ通う息子の信也さん、重い知的障害のある自閉症です。帰り。自宅に帰ると2階のリビングに勢いよく駆け上がり、帽子とマスク、カバンを放り投げるとトイレへ駆け込みます。出てきたらおやつを食べるのが日課になっています。さらに365日雨の日でも台風でも父親と散歩に出かけるのも日課。決まった行動にこだわりがあるのが自閉症の特徴です。親亡き後問題には今はまだ現実味を感じないという母の幸代さん。しかし信也さんの行く末を案じる思いは年齢には関係ありません。やっぱり信也の話せない思いは全部駆け止めて、信也がやっぱり楽しく本当にやっぱり笑顔でニコニコってした顔が本当に素敵で癒されるので、うん、やっぱりそれを支援してくださる方にもやっぱり思いながら一緒に接していってもらいたいなっていうふうに思っています。頑張って書きます。あれ、岐阜市障害福祉計画によると市内の知的障害者の主な支援者は両親が 61.5%、 支援者の年齢は 42.5% が60歳以上と高齢化が進んでいるのが実情です。親亡き後の問題を家族だけで考えるっていうのはやっぱ解決しないなっていうふうに思ってますし、まあ、みんなが住みやすい社会になるのかなと思って、まあ、そのきっかけになればいいなということで、まあ、少しでもこう知っていただいて共感が広がるといいなというふうに思ってます。そうですね。親亡き後の問題に取り組み、障害者の願いを真ん中に、親も支援者も寄り添えるように子どもの将来の生活を一緒に考えていく、親亡き後のバトンをつなぐ、エンディングノートは障害者本人の幸せのためのノートなのです。